どうも、3度目の向井山でございます。今日はですね、この厚田区のイオンにやってまいりました。そうなんです、明日がザスパ草津群馬戦なんで、グランパスが前乗りして名古屋にやってきたわけなんですよ。でもね、これ今こう名古屋に着いて大変なことに気づきまして、明日の草津戦アウェイだったんですよ。草津だったんですよ。わざわざこの今日ね、名古屋もやってきたんですけどね、どうしましょうね。これもう明日草津、まあ陸ね、お金がないんで、どうしましょうね。皆さんこれどうしたらいいですか。名古屋でなんかちょっとダゾーンでもつないでも見ようかなと思うんですけども、仕方ないんで、まあ明日はね、何点取るでしょうね。まあ、前回ね、レノファ山口戦で8対0で勝つんじゃないかと予想して2対0で負けたんで、もうそんな大きなことは言いません。明日の草津戦は1対0で勝ってくれればいいかな。いや、それでもなあ、2-0、いや、5-0いくかな、5-0、いや、9-0で勝ってくれたらいいかなと思います。それでは、チャンネル登録あ、みんなチャンネル登録するんだよ。